滋賀県長浜駅です。なんか駅の雰囲気がレトロでとてもいいですね。なんか観光客も多そうですね。ちょっと歩いてみますかね。長浜城が見える公園に来ました。そしてここからは琵琶湖も綺麗に見えます。天気もいいし、ピクニックしてる人もいるし、とてもいい気持ちです。長浜城が見えるこの広場、そして噴水で音楽が流れてます。来た。めっちゃいいな。長浜駅から歩いて3分ぐらいのところにあるこの食堂、めっちゃいいな。すげえ気になる。ビワマスあるし、うまそう。メニューはビワマスにぎりとか、ちょっと琵琶湖に、琵琶湖名物の食べ物もあるしね。と行きたいけど、ちょっと他のとこも見たいんで、まずは通り過ぎるかな。すごいいっぱいありますね。はい、たくさんございますので。ビールもあるんだな。はい、ビールはそこの G ビールでございます。すごいすごい。あ、これじゃこの辺のやつですか、長浜。はい、そうなんですよ。はい、あ、おいしそう。すごい、いろいろ。あ、これ何、ここで飲んでってもいいんですか、これ。よかったらそこを。あ、本当ですか。よかったらどうぞ。ぜひ。地酒屋さんです、早速地ビールをいただきます。長浜エール、よし、いただこう。あ、美味しい。樋口酒店さんでクラフトビールを我慢できずに買ってしまいましたんで、ね、もう飲み歩きで行こうかなと。街並みがいいっすね。このなんかレトロな感じがすごいいいっすね。そしてこのビールを飲みながら歩けるとこがいいっすね。わ、ちょっとだけフラフラしてる。あー、うまい。飲み歩きいいね。で、ここがすごい並んでますね。鶴屋パン、鶴屋パンってあれだな、サラダパンの鶴屋パンですよね。
この通りを歩いていくと、これヤンボーマーボー天気予報、僕の名前はのあのヤンボーマーボーが至る所にいます。何なんですか、なんかヤンボーマーボーゆかりの地なんですかね。こっちにもいる、ヤンボーマーボー2連射。なんか丸いパン、丸いパンと書いてある。ここの売りは丸いパンなのか。どれがいいかな、なんとなくここの看板メニューっぽいのがこれですね。オレンジトースト、これにしよう、これにしよう。すごいですね、なんか芸能人がいっぱい来てるみたいですね、この店。すごい、中で食べようと、中で食べようと思ったら食べれない、外で食べれるんで外で食べちゃうかな。早速ですがいただきます。あ、なんか怒った顔してますけど食べちゃいますね。まあ普通のフレンチトーストだな。あの普通のフレンチトーストにちょっとクリームが乗ってるって感じです。信楽のタヌキがすごい、今も噛みつきそうな迫力。そしてメニューがいいっすね、この辺。ビワマスの作りとか、さすがビワ湖ですね。わあ気になる。このなんか川魚料理ってね、なかなかないですもんね。うわーすごい気になるんだけど、ちょっとお高いんでまた別を探そう。近江牛カレーパン、ちょ結構引かれますねこれ。しかし1個420円、高いなー。そしてこの通り、この通り結構観光客多いですね。串カツ屋、ここは、あ、またビワマス。ビワマスってめっちゃ気になるんだけど、うまいのかな。うわー結構客いますね。わ、でもやっぱここ気になるな。ちょっとここで食べてみようかな。すごいです。この下にはうわバターソテーが入ってるみたいですね。あすごい、ビワマス尽くしです。はい、はい、どうも。美味しく全部平らげました。いや超うまかったです。まあ2800円出す価値は十分ありますね。ビワマスっていうのが珍しいというのもあるんで、なかなか食べれないですよね。そういう意味ではすごく満足ですね。そんなに並ばなかったし、とても良いお店です。芸能人もいっぱい来てるし、すごいなんか行列だ。ここは何屋さんだ。
テレビの取材が来たんだ。すごいな。安倍総理も来てます。安倍元総理、長浜名物の焼きサバ。そう、すごい芸能人いっぱい来てます。ここすごいんだね。長浜名物、うお、工業天ぷら、長浜魚山名物。ちょっとこれ気になりますね。国分太一様で別産100円。天ぷらあります？あ、はい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 、ちゃちゃちゃち、熱々です。おお、熱々。これ店の前で、すごいですね。魚さん、国分太一さんもいただいたというこの魚さんの100円の天ぷら、いただきます。熱々、すごくうまい。これはうまい。あゆって独特の苦みがあるんですが、これがまたうまい。これ100円ならいいっすね。1個33円。うまっ。あー、ビール飲みて。いやー、結構午後になって人が増えてきましたね。なかなか片棒。この店すごいです。安倍総理来たんだ、すごい。してすごいな、昭和初期のテレビですね。わ、これは今もう見ないな。まあ、そろそろ退散しますかね。ちょっと